奈良県田原本町笠沼の駅駅前に広がる、田んぼ日本の農業、林業、漁業は日本の工業と一緒になって、日本経済の主要産業にはなっているが、国民総生産の1.3%しか占めていない。主な作物は米であるが他に、ビート、サトウキビ、ジャガイモ、サツマイモ、小麦も栽培されている。茶は、南九州、四国、 本州の各地で栽培されており、青森はリンゴで有名。林業では日本の領土の半分以上が森林で占められており、そこから十分な木材生産が得られていた。家畜産業は何より模牛、豚、蚕に注入されていた一方、漁業は水揚げ量では特にイワシ、サバ、そして鮭が国家経済の中核を成すものとなっている。 日本の土地は20%しか工作に適さず、土壌では12.4%だけが工作に適しており、そして農業経済は手厚い女性保護を受けて営まれている。日本は1940年代までは農業、林業、漁業が日本経済を支えていたが、その後は比較的重要度が薄れる。19世紀後半には、 農林水産業が雇用の80%以上を占めていた。農業における雇用は戦前期にも減少はしていたが、第二次世界大戦末期までは依然としてこのセクターが最大の雇用力があった。戦後統計で1965年に23.5%、1977年には11.9%。 そして1988年には7.2%にまでさらに減少。国民経済における農業の重要性はその後急速に低下し続け、1975年から1989年で4.1%から3%へと下がり、日本の農家も1980年代後半には85.5%が農業以外の職業に従事していた。そして、こうした パートタイム農家のほとんどは、非農業活動からの収入が大部分を占めていた。1890年代の稲作。この光景は、日本の一部の地域では1970年代まで、ほぼ変わらず1950年代に始まった、日本の経済成長により、農家は収入と農業技術の両面で、世界的にかなり遅れをとっていた。 彼らは生産者米価の高価格が保障されているという政府の食料管理政策に惹かれて農家は農家で自分たちが栽培選択したあらゆる作物の生産量を増やすよう奨励された農家は自分たちの工作地を田んぼに買い替えてまでして米の大量生産者と化した1960年代後半には生産技術も向上したため工作面積が拡大 単位面積あたりの収量が増加したことが直接の結果、生産量を1400万トン以上に膨らませていた。その後の農家は3つのタイプに分けられる。農業に専念している農家、農業から収入の半分以上を得ている農家、そして主に農業以外の仕事に従事している農家である。以降ますます多くの農家が非農業活動に転向するにつれて農家は減少した。 減少率は1970年代後半から1980年代にかけて鈍化したが、農業従事者の平均年齢は1980年までに51歳まで上昇、平均的な工業労働者より12歳をも年上である。なお、歴史的にも今日でも女性の農業従事者は男性のそれよりも多く、2011年の政府の データによると、女性は4分の3以上何らかの新たなアグリビジネス事業に出向いている。工作地が不足しているため、何世紀にもわたって棚田栽培は、日本の主要な栽培技術の一つ。日本の農業の最大の特徴は、農地不足であり、工作中の4万9000平方キロメートルは、1988年時点の総土地面積の13.2%に過ぎない。 しかし、土地は集中的に工作され、田んぼの平の段差のある斜面、湿地や沿岸の湾など、田園地帯の大部分を水田が占めている。水田以外の農地は、テラスと緩斜面を共有、秋には小麦と大麦、夏にはサツマイモなど季節野菜、乾燥米が育てられている。連作が一般的で、そうした作物では、 豆類と遠藤と交互に工作がなされている。日本の農業は、工作可能な土地の利用可能性の急速な減少や、農業収入の減少など、様々な制約に対処しなければならないために、これを病気のセクターとして特徴付けられてきた。余剰米の問題は、過去大規模な稲作の失敗でさえも、備蓄資源生産量の25%以上を、 減らすということはなかったが1970年代から1980年代にかけての日本人の食事環境の大幅な変化によってさらに悪化をたどる。1990年統計では日本の農産物は67%が自給自足で穀物と飼料で需要の約30%を供給していた。農地を統合し生産性を向上させる試みとして 農地銀行としても知られている農地中間管理機構が地方の農業委員会の改革も含め改革パッケージの一部として導入される。これについてイエンツ氏は改革案は農地の統合で企業を含む無農家の農業従事者によって合理化することになるとしている。和牛、日本で牛肉の最重要品種を表すのに使われる用毛。畜産業はもともと小規模で 1900年代に牛肉需要が高まり、農家はしばしば酪農から神戸牛などの高品質牛肉生産へとシフトしていった経緯がある。1980年代を通じて牛肉の国内生産は需要の2%を超えていた。1991年、アメリカからの強い圧力の結果として、日本は柑橘類とジャガイモ同様に牛肉も 輸入割り当てを受けていた。農家の25%が落農場を営んでいる北海道では乳牛が多くいるが、岩手などの東北のほか、東京や神戸など大都市近郊でも乳牛が飼育されている。一方肉牛は主に本州西部と九州に集中している。豚は食料のために飼育されている最古の家畜動物であり、国内至るところに見られ、 豚肉は最も人気のある肉である。アメリカやカナダからの牛肉は、それぞれの国々での初期 BSE 発生以降、輸入禁止措置がなされたので、輸入牛肉のほとんどはオーストラリアからのものである。これらの禁止は2006年には解除がなされた。日本の家畜農家の数は、主に高齢化と後継者の不足のために廃業するの、数が増えているために減少している。それにもかかわらず、 農家ごとの家畜の数は増えている。20世紀初頭、日本は世界最大のキート生産国であったが、1929年の1億3000万トンから221万トンにまで、カイの生産量は約40万トンと劇的に減少した。2016年の養産業者は349名である。乳製品については、2015年の生乳生産量は、 放牧地の牛1頭あたりの乳量が増加したことにより前年比1.0%増の741万トンとなったが放牧牛の数が減っている。また2015年の肉牛生産量の減少により肉牛生産は前年比5.4%減の47万5000トンとなった。なお子牛の取引の価格は高く、 豚肉と卵の生産は近年外して変化していない。しかし、健康分野での認知度の高まりにより、鳥の生産は記録的な水準に達した。日本の3分の2の土地は森林であり、日本の森林の40%が杉やヒノキなどの植林がなされている。主に太平洋戦争後に建材製造の目的で植えられたものであるが、 日本が急速な経済成長を遂げて、以降、建材が木材から鉄筋コンクリート等に切り替えられていく。その上より安価な輸入木材は、急斜面で生産される国産木材及び高い日本の労働コストと比較してより魅力的な資材と化していった。今日、多くの植林は密度が高すぎて干ばつが必要と化している。上質の材。 次に2015年には日本の林業産業が生産している木材の生産量は2億と50万メートル産でそのうち半分はキノコ生産である。林業は日本の GDP の0.04%を占めている。国の森林資源は豊富ではあるが大規模な木材産業を支えるためには十分に活用がなされていない。日本の森の十四万五千平方キロメートルのうち 19万8000平方キロメートルが活動的な森林として分類される。林業は農家や中小企業にとってパートタイム活動で全森林の約3分の1は政府によって所有されている。北海道、青森県、岩手県、秋田県、福島県、岐阜県、宮崎県、鹿児島県で最も木材の生産量が多い。近年、 日本の木材需要は2009年に市場最低に達した後回復の兆しを見せているが、まだ2008年の水準に戻ってはいない。現需要は2492万立方メートルの国内生産と5024万立方メートルの輸入でカバーしている。使用目的に関しては、木材の需要の約40%と国内需要の50%以上が建設によるもの。 1973年のエネルギー危機後、日本の深海漁業は減少し、1980年代の年間漁獲量は平均200万トンであった。1980年代後半には、国内の漁獲量の平均50%を海外の漁業が占めていたが、その間、漁獲量は上下を繰り返した。百八十六年と百八十七年の沿岸漁業は、 北部漁業よりも漁獲量が少なかった。日本全体の漁獲量は1980年代後半になって成長が鈍化。対照的に日本の水産物の輸入は1980年代に大幅に増加し、1989年には約200万トンであった。月中央市場でのマグロオークション国内外の日本の漁業取引市場は、 東京の築地市場とヨス市場を中心としている。東京は新鮮で冷凍、加工されたシーフードにおいて世界最大の卸売市場の一つである。日本はまた養殖の技術を大いに進歩させてきた。このシステムでは人工受精などの付加技術を使って魚や貝を繁殖させ、それらを川や海に放流し魚介類が大きくなると捕獲される。サーモンなどは このように育てられる。日本では九州に南西の長崎を含め2000以上の漁港があり、北海道では小樽、釧路、網走、本州の太平洋沿岸の主な漁港には三陸沿岸の八戸、気仙沼、石巻、そして首都圏の東と南にそれぞれ調子、焼津、清水、三崎がある。日本は世界でも数少ない捕鯨国の一つであり、 国際捕鯨委員会の一員として日本政府は自国の漁船が国際漁獲枠での捕獲制限を制約したがマッコウクジラの捕獲には一時停止を設定する協定に署名しなかったことで国際的な反発を招いた現在日本は南極を取り巻く海でミンククジラについての調査捕鯨を実施している日本で最も大きい漁業会社のうちの二つは 日本水産とマルハニチロである。それぞれが1万人以上の従業員を雇用し、世界中に子会社を所有している。最新のデータによると、2015年の日本の漁業、水産養殖地の生産量は469万トンで、前年より8万トン減少。海洋漁場の生産量は17万トン減少して355万トンであった。日本のイワシとカレイが増加した一方で、 イカナゴ系とマゴチ系は減少したが、水産養殖は8万トン増加して107万トンになった。海藻類の漁獲量も同様に増加。内陸漁業及び水産養殖地域の生産量は5000トン増加して6万9000トンに達した。売上的には2015年の全国漁業、水産養殖業の生産工は2014年比で876億円増加し、 一兆五千九百十六億円となった。海上漁業増温は一兆千百十一億円で、前年度比三百四十三億円の増加となったほか、海洋養殖は四千八百六十九億円となり、前期比四百二十六億円の増益。内水産養殖も百三億六千万円となり、百七億円の増加となる。水産庁は政府によって2007年に、 基本漁業計画が策定され水産業の全体的回復を促進することで長年にわたる強力な漁業と漁業観光の確立に取り組んでいると主張している。これは漁業資源の調査と研究の促進、国際水域での国際資源管理の促進、国際漁場内での国際協力の促進、及び養殖を促進して内陸水域でのすべての水生生物の 生育環境の改善によって同時に達成できるとしている。これは高度な漁業資源の回復と管理を含め様々なフェーズで構成されている。その他の優先事項として新しい職場に必要な技術を取り入れること、あるいは知的財産を創造し利用することに関わらず、漁業活動を改善するための新しい技術を開発し続けることが含まれている。また、 リストの一番上にあるのは、漁業労働産業団体の再編成である。日本政府は省エネ型オペレーティングシステムの導入など、燃料消費量を削減するために必要な機器の購入支援によって、漁業運営者グループを支援しているが、水産業で強い労働力を維持するために、大学生に可能性のあるキャリアパスとしてこの産業に目を向けるよう奨励するプログラムを提供している。 これには固定網漁や水産養殖を体験する機会を提供する支援活動が含まれており、また日本の漁業界で世界に広く認められている企業への就職セミナーを開催しながら将来の従業員に世界中の漁業からの就職情報を提供している。水産業でのキャリアを計画している個人のために政府主催のオンサイトトレーニングプログラムも用意している。 日本の漁業は日本の水産庁によって管理されている。水産庁は漁業政策計画部、資源管理部、資源開発部、漁港部の4つの部署に分かれており、そのうち漁業政策計画部は漁業に関する政策の計画と組織に付随するすべての管理事項を担当している。資源管理部は日本の漁業の継続的発展を計画担当している。 資源開発部は漁業分野の科学的研究開発を担当している。漁港局は漁港といった漁業生産活動の拠点、水産物の流通と加工の拠点を担当している。2008年に小林滝二の A クラブカニングボートは過酷な条件下で残酷な船長に立ち向かうことを決心した1929年発表のマルキスト小説であり、 この小説を働く貧しい人々と結びつける広告キャンペーンのおかげで驚きのベストセラーとなった。ありがとうございます。